はな。やったのは大胸郭の玲子さんらしいぜ。しかしどうやったんだか。玲子さん、ちょっと付き合ってもらえないか。嫌だね。ジンエイエイと関係があってもかい。ある人が国木街で待っている。レイコちゃん、お久しぶりね。東方腐敗。どうかしたの？期待外れだった？死んでなかったのか？さあね、あなたでは私に勝て。はい！はい！はい！レイコちゃんよ、本気を見せなさい。言ってくれるな！いや！誰でしょうね。罠だったってこと。やられた。少しは楽しめただろう。地位を得て権力に溺れる者がいれば、華々しい栄光を捨て身を引く者もいる。高価では断ち切れぬ恨みの連鎖が満ち、家を失った民が野に溢れている。そんな忘れられた子供たちを保護する者がいた。その者は人知れず子供たちを守り生きる術を教える。子供たちは皆彼のことを全言先生と呼ぶ。その隠れ家は永州と言われる。聖者も物事の白黒も答えは出せぬもの。育てられた子供たちは今高校の各門派に身を潜めている。陰で不穏な動きがあるようだが、高校のどんな秘密でも永州の目は欺けぬ。今回は俺です。そんなものは知らんな。さあ、どけ！貴様。後悔するがいい！お前、まさか、実月教の。
反応は、クソガキ。なんで俺らの邪魔をすんだ。お前には関係ねえだろ。兵士、好き勝手しやがって、あの世で兄弟に合わせてやるよ。患者不足、腕も知れてるってもんだ。てめえは。まったく手のかかる子ね。あれほど言ったでしょ、正体がヘラズ口を叩かないの。あなたを門番に、このクソ、ヘラズ口を叩かないの。あなたを門番に潜り込ませたのは、どうでもいい人間を消すためじゃない、手がかりを集めるためよ。あなたの私たちのバレたら今までせくれぐれも気をつけるのよ。消えたのかと思っ、冗談を聞きたいわけじゃない。壁蛇剣譜を探す途中でフラフラといなくなるなんて、これ以上いい加減な真似をするなら置いていくぞ。覚えていたのか、今回だけだぞ。そうだ、先ほど教主様から密書が届いた、慎んで拝見しろ。うろたえるな、君教主様も今一度手本を見。覚えたか。そうか、なら手合わせの中で教えるとしよう。だがま、私の刀を捌くとは。そうだ、教主様が君に身を守る道具を用意してくださったんだが、私なんや、もう復讐の山道はごっつ歩きにくいわ。あの鉛、服装よし。だが気をつけろ。まっひー、みんな静かにせえ、誰か来とる。ウンドリ、何見てんのや。はあ、ガキが死に急ぎよって、ワイの気が。今度こそうまくいくかいな。当然や、ワイらは本気やし、情報は筒抜けし。いらんこといいなや、早行こう。Thank you.
正常派の下っ端ごときを見失っちゃって恥ずかしくないわけ？ほら、狼さんと追いかけっこよ。私にまで手を出すなんて、いい教育を。いや、話して。だいたい、ゼイエン先生はもうすごい達人じゃない。壁邪剣。あなたには関係ない。ちゅ、つまんないの。もう帰ろうっと。じゃあね。あなたみたいに遊んでいる暇はない。そこは追わなくていいわ。二度は言わない。今は英春に戻りなさい。そこで大事な仕事。よかったよ。何が気になるんだい？間違ったことは言ってないと思うけど。ちゃんと戻ってきたのね。じゃあ要件を。任務の話はその短期を直してからにしましょう。それより今は。でもその役割については知らないでしょ。本当、英州の司法にある4つの広間はそれぞれ疑似、補給、尋問、技術を司っているの。疑似広間は英州の事務と密書を司る場所。医術広間は転生、算術や宝物を司る場所。あなたの英意昇進の儀式もここで執り行われる。英州の英意は、あなたの英意は一番下のコウモリよ。儀式を経て初めて一人前の英と認められるから早く済ませなさい。終わったら前へ。光と影の静粛に。これより英意昇進儀式を始めます。英意を解放するとき、ここをタップすると。